はい、皆さんこんにちは、アノラクです。今日は僕が3月に買った本を紹介します。まあ、主にこの間のブックログ読書旅っていう Vlog で買った本ですね。ちょっと前にそういう動画を上げてるので、見てない人がいたらぜひ見てみてください。じゃあ紹介していきます。で、この間そのブックログで買ったのがこの本です。外国語関係のものが多いので、まあ、ざっと説明します。この3冊は英語の本です。まずこれが英文法論考っていう本です。著者は大塚隆信っていう、高等師範学校の先生です。まあ、こういう英文法とか、まあ、文法書っていうのは、まあ、勉強するために読むっていうイメージがあるかもしれないですけど、読み物として読むと結構面白いんですよね。で、これが新約聖書、あのキリスト教の聖書ですね、の英日の大訳版です。日本国際ギデオン協会っていうところから出た、アメリカで訳された本みたいです。なんか結構聖書で英語を勉強したって人多いんですよね。で、昔からよく使われてたのは禁定訳とかいう、まあ、聖書なんですけど、これはまたそれとは別の翻訳です。で、これが、The Concise Oxford Dictionary っていうので、COD って訳されてよく出てくる本です。まあ、これはすごい有名な本で、昔英語を勉強してた人は、まあ、大体これを持ってたっていう。まあ、でもなかなかあの古本屋とかでも見ない本なんですよね。今回初めて見つけて買いました。ただこれ日本人向けに書かれているものではないので、まあ、日本人が使うと結構使いにくいみたいです。次、この2冊がフランス語の本です。これは、初級の教科書で、中は、まあ、特本みたいなあの初級者向けの文章が入っているものです。で、僕フランス語はあの前の動画でも言ってると思いますけど、フランス語はできなくて、まあ、これから勉強しようと思ってるとこなんですけど、外国語勉強してて単語とか文法とかっていうのはいっぱい教科書とか出てるんですけど、意外とその原文、勉強するように読む文章っていうのが不足したりするんですよね。まあ、なのでこういう初級者向けの文を集めてる本って結構貴重だったりします。で、これはフランス公文典っていう文法書で、まあ、これも結構有名な本みたいなんですよね。で、今でもこの、著者の目黒っていう人の孫だったかな、まあ、誰か関係者が現代向けに直して出版してるみたいです。そう、これ初版が大正15年なんですけど、これ白水社から出てるんですけど、大正15年でここまでのこう文法書を出してるってのはすごいですよね。で、これが、ドイツ語の本なんですけど、まあ、ドイツ語で書かれたナポレオン論みたいな本なんですよ。で、この本がちょっとどういう本かよくわからなくて、中見ても、まあ、もしかしたら教科書用に作られた本なのかもしれません。ちょっと情報があんまないんですよ、この中に。でも作りとしてはあのすごい立派な本で、まあ、なんていうか珍品っていう感じがしますね。で、ブックログで買った最後の本はこの最も分かりやすきつれづれ草の解釈っていう本です。まあ、これは日本語の本ですね。これも結構古い本なんですけど、なんか中の印刷とかも結構こだわって作っていて、なんかいい本だなと思います。まあ、つれづれ草っていうと随筆の代表みたいな本なんで、まあ、全部通して読んだことがないので、そのうち読みたいなと思ってます。で、次が鈴木三重吉の千鳥。まあ、これ新潮文庫で短編集ですね。あの鈴木三重吉っていうと、漱石門下の作家の人で、で、これ千曲書房の、現代日本文学全集っていう本なんですけど、それの中に寺田虎彦、森田宗平、鈴木三重吉っていう、まあ、これみんな漱石の門下で、この3人が一緒になって一巻になってます。で、鈴木三重吉っていうと童話作家として知られてるみたいなんですけど、大正5年を境にその児童文学を作るようになったみたいで、それまでは詩的な小説、詩のような小説を書いていたみたいです。で、この新潮文庫版はその小説が入ったものです。詩的な小説っていうと、まあ、小説って人生のこう深刻な面を扱う作品もあるじゃないですか。まあ、そういうのとは、まあ、全く別のというか反対側にあるようなもので、ここに載ってる森田宗平の梅園とか、まあ、あとは最近漱石のそれからっていう作品を読んでたんですけど、まあ、一種そういう深刻さを扱ったような作品とは、まあ、ちょっと違う、なんていうか、いわゆる美しい作品。まあ、僕は結構そういう詩的な作品っていうのに興味があって、まあ、最近、まあ、これもすっごい読むのに時間かかってるっていうか、読むのが中断しちゃってるんですけど、ノヴァーリスが書いた青い花っていうのがあって、で、このノヴァーリスっていうのが面白くて、こう有名な言葉なんですけど、童話は
芸文の規範である、詩的なものは全て童話的でならなければならないっていうふうに、まあ、考えたみたいなんですよね。まあ、だからこの青い花っていう作品も、もうその話の中全部がこう幻想的で童話的な世界っていうことなんですけど、ノバリサはものすごい極端な極限までいった人なんだと思いますけど、でもまあ僕は小説に求めるのってそういう要素がすごい強くって、まあ気質にも合ってるので、そういう童話とか童話的で詩的な作品っていうのを読みたいなと思ってます。あと童話作家でいうと坪田常治っていう人がいて、なんかあったかな、まあ、こういう子供の式っていうこれ作品なんですけど、まあ、こういうのを書いた児童文学作家も日本人の中では有名なのかな。これ新潮文庫ですけど、これすごい古い新潮文庫でなんか面白いですね。で次が、まあ、これも前動画で紹介してるんですけど、 NHK ラジオのテキストの毎日ドイツ語です。まあ、これはそのまんまですけどラジオのテキストですね。まあ、僕は語学の勉強を結構、まあ、今までやってきたんですけど、話す練習とか聞く練習っていうのをほとんどやってなくて、まあ、そういうところもちょっとやってみようかなと思ってラジオ講座を活用し始めました。で聞くこと自体は結構前からやってたんですけど、テキストを買ったのは初めてで、で本格的にやろうと思った時にそのテキストを買ってこの中身を見てみるとかなり丁寧に作られていて、まあ、だから新しく語学の勉強を始めたいっていう人はこのテキストを買ってラジオを聞くっていうのは効果があるんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、それでラジオ講座の動画を上げたんですけど、ラジオ講座って4月からまた新しい講座が始まるんですよ。まあ、なので、まあ、今家にこもってる時間が長いっていう人も多いと思うので、まあ、新しく始める趣味としてはいいんじゃないかなと思います。まあ、興味がある人はぜひラジオ講座の動画を見てみてください。説明欄にリンクを載せておきます。で今そのドイツ語の応用編では発明家の国ドイツっていうのをやっていて、まあ、近代のドイツの歴史を扱ってるんですけど、その中に最近フレーベルっていう人が出てきたんですよね。でそれに関わるこういう岩波文庫があったんでフレーベル辞典っていう、まあ、だからこれも買ってみました。たまたまあったんですけど、でこのフレーベルっていう人が幼稚園ってあるじゃないですか、この人が作ったらしいんですよね。Der allgemeine Deutsche Kindergarten っていうらしいんですけど、あの英語でキンダーガーデンって幼稚園のことを言うんですけど、あれはまあドイツ語でキンダーっていうのは子供のことなんですよね。ガルテンっていうのは、あ、ガーテン、ガルテン、英語だとガーデンになってるんですかね。ガルテンはガーデンで、だからまあ子供の庭みたいな意味になるんですけど、まあ、この人が19世紀かなに作ったのが始まりみたいです。まあそんな感じで入門編の方はまあ会話の中とかで文法的な内容をこう勉強していくんですけど、応用編の方は番組によって結構違うんですけど、こういうまあ興味深い内容とかも結構やってて面白いと思います。はい、というわけで今日は3月に買った本を紹介しました。今月はその、ブックログで買った本以外はあんまり買わなかったんですけど、コロナで出歩きにくいし、しかも冬で寒いっていうので、まあ本屋には結構行ってるんですけど、まあ、なかなか買わなくて、ただこれから春になって、まあ、出歩きやすくなるので、春になると本屋巡りのシーズンなんで、いろいろ面白い本を見つけられたらなと思ってます。まあ、せっかくなのでこういう児童文学関連のものとかもちょっと読みたいなと思ってるんですけど、まあ読みたい本が他にいろいろあるので、どんどん溜まっていってしまってどうしようもないって感じなんですが、まあ少しずつ読んでいけたらいいなと思ってます。このチャンネルではこんな風に、まあ、主に本や読書なんかについて動画を投稿していて、今後も本の紹介動画なんかを作っていこうと思ってます。動画が気に入ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。では今日の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。